サラム様が、いやギジルム様、何をしているんだお前らは。死ね。なんだこれ、結界を抜けて破ったわけじゃない、すり抜けた。あ、死ねって言ってたし、食らったら分かってたならとっとと逃げてください。釈迦に説法かと思いやすが、あいつのあれは術式を介さず魔力を直接現象として引き起こす技。クロウやレン、パズズの使った魔力の性質変化と同じですよ。魔人にはランクがあるんす。1級から10級。下の連中はおそらく、みんな10級の雑魚魔人。だから魔術も効いちまう。ちなみにパズズは8級で、俺は3級ですぜ。さしずめ、奴は1級の魔人なのか。違います。奴はそのさらに上、魔界の王侯貴族、魔族。魔族にとっちゃ俺たち魔人なんざ平民以下の存在。一級魔人が100人束になっても手に負えねえ、正真正銘天変地異級の大怪物です。ロイド様、俺は逃げることをお勧めします。さすがに相手が悪すぎです。ああ、下にいた連中みたいに魔術で簡単に吹っ飛ぶ相手じゃないってことか。簡単簡単ね、なわけねえだろ。10級だろうと魔人は強い。魔術だってそうは聞かねえ。水に生きる魚に水かけて死ぬか。死ぬさ、あんな勢いなら。でもあいつは本当に別ダンス。魔術の圧なんざ小波も同じ、光も届かぬ遥か深海に救う大怪物なんです。どう動く？受けるか、避けるか、尻尾を巻いて逃げ出すか。お前にそんな選択肢はない。加速も着弾もクソもない、対処法などあろうはずもない死の転送。俺はこの力を改めて我が糧の二つ名を冠し、こう名付けた。カゲロウ。